ブラディーミル・アセノフ・タゼフは、ブルガリア出身のバイオリン奏者。ツベタン・カラノフとコンスタンティン・ジダロフにバイオリンを学び、ソフィア国立音楽院で、ボヤン・ラチェフの訓導を受けた。在学中の1981年に、ネジャルカ・シメオノバ国立音楽コンクールで、第1位。その後も音楽院の大学院で、ゲオルギバデフとブラディーミル・アブラモフに支持して、研鑽を積んだ。 1983年からソフィアフィルハーモニー管弦楽団のバイオリン奏者として入団し、1985年にはブリュッセル音楽院に留学してアルティュール・グリュミオーの訓導を受けた。1989年にはソフィア歌劇場のコンサートマスターとなり、1991年にはブルガリア国営放送公共楽団のコンサートマスターに転出した。ファイファイ。 リバース。ソファイオカルチャー b g 2 0 1 5年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年11月24日閲覧 b n r b g 2 0 1 5年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年11月24日閲覧ありがとうございます。